ましょうかって言って、うん、ちょっとで、うん、その方がいいで、そこで降りたら降ろしてもらうとか、うん、皆さんこんにちは。あ、おはようございますですかね。おはようございます。それ声もらっちゃっていいですか。じゃあこれ一回止めよう、はい、これでいくか。ありがとうございます。至れり尽くせり、はい、あ、ここに行こう、こうで何用の映像その分だけ今あと各社の方が寂しくて止まりましたから OK ですか。大丈夫です。お待たせしました。じゃあ続きを参りましょう。どうぞ。何か感想。感想、はい、とどうでしたって、良かったかなとか、面白かったとかさ、なんかないとさ、こうなんかあの景色としてはすごく綺麗な、大人としてはすごく新鮮でした。お願いします。さあ
ではこれから音楽物語ゾウのババーンが始まります。どんなお話になるんでしょうか。皆さん最後まで楽しんで聞いてくださいね。ピアノ小次郎杏奈さん、お話は岩崎理恵でお聞きください。この日の思い出はいつまでもみんなの胸に楽しく残るでしょう。おしまい。こちらの皆さん、どうぞこちらへ。音楽物語ゾウのババアールでした。皆さん、いかがでしたか。面白かった。どうもありがとう、最後まで聞いてくれて。じゃあ、おじろさん、いかがでしたか、ゾウのババアール。素敵な、素敵な、すごく楽しかったです、はいね、みんなが笑ってくれたり、ゾウがおばあさんが体操するとき軽やかな音楽で、ババアールが
配送するとすごくね、同じメロディーなのでずっしりしてちょっと面白かったり、はい、すごく楽しいところもたくさんありましたよね。さあみんなね、今日は一部でミニコンサート、そして二部で音楽物語を聴いていただきました。今日のこの音楽のちっちゃなツイッターもので杉田劇場の音楽物語を聴いて、もっとね、お千葉さんみたいにピアノをやってみたいなとか、ピアノ上手くなりたいなとか、音楽もっと聴いてみたいなって思ってくれる人がいたら私たちも嬉しいです。そしてお千葉さん、捕まったら大変だ。ババールは飛び上がって